単純ピナンは、インドネシアのリアウ諸島州における最大の都市であり、主府である。人口は、約19万人である。リアウ諸島の公益港である。ビンタン島に位置し、バタム島、シンガポールや、ジョホールバルト、フェリーや、スピードボートで往来できる。単純ピナンと表記されることもある。マラッカ王国が、ポルトガルにより陥落させられた後、スルタンのマフムトが、 ビンタンに亡命し、ポルトガルに対抗する基地とした以降の500年にわたり、この島は政治の中心を担ってきた。単純ピナンはビンタン島の中で最大の都市であり、行政の中心である。また、インドネシア、リアウ諸島州の主府である。後に、ビンタンはマレーシアの南部にあるジョホール王国の首都となった。この都市は常にマレー人の指導的役割を果たしてきた。 300年前にマラッカ王国が果たしてきたように、ビンタンは公益公であり、地元やヨーロッパ人、インド人、さらに華人を引きつけ、受け入れてきたのである。インドネシアの国民的英雄であるラージャ・ハッチ・フィサビリラ派は、1784年にオランダとの戦いの最中に死亡している。彼は有名なマレー人の王で、 ンジョンピナン沖のペニアガット島に王宮を所持していた。単純ピナンには、マレー音楽と舞踊を上演するセンターがある。このセンターは、定期的に催し物や他の企画を行っている。新しく仏教寺院が、単純ピナンの郊外のスンガランに位置している。リア王国の遺跡として、王宮や王募が残されている。その中には、マレー語最初の文法書を表したラージャー・リハジの、 墓もある。マスジトラヤは、王トールの服モスクであったが現在でも使われている。世界遺産の候補とされている。オランダとの戦いで1784年に死亡した、ラージャ・ハッチ・フィサビリラ・派王は国民英雄とされ、マレーの王の中でも有名であり、ペニア・ガット島に王宮まで持っていた。この王を記念して28メートルの像が建てられていたが、現在はこの像は存在していない。 ワールドヘリテッジセンターザクライテリア4セレクションありがとうございます。